ちが日々生活している身近なところに、一頃より少なくなったとはいえ、野鳥や草花も一緒に生きています。そんなことを思ったことがありますか？世田谷トラスト協会は、都市の中でのトラスト運動を考え、世田谷らしさを作っている自然や歴史的な遺産などを大切にし、次の世代へ伝えていこうとしています。参加者の方から集まった集計用紙をですね、野鳥ボランティアの人々が中心となって世田谷に住む水鳥の調査をまとめ、水辺の野鳥マップ作りを行いました。この調査では、小学生から大人まで約400人が参加し、1年間かけて水鳥の数や種類を地域別にしています。世田谷トラスト協会では、この調査結果をもとにして野鳥と住めるような区民の生活環境全体をより良くするために役立てようとしています。今重さんなんかしょっちゅう見られてますよね。私は1週間に1遍だいたい夕方になってしまうんですけど、通りますので、ちらっとこう覗くんですから、時間的にはだからわずかの時間ですからね、どうしても種類が少なくなってしまうと思うんですけども、この頃なんか全然いないんですね。あそこにはただこの区内ではおしどりがいるところなので、サンクチュアリのこの窓のところから見にくいんですね。だからそういうところをちょっと考えて、あそこをなんとか改良して、せっかく見れるようになってますので、向こうの鳥も安全であって、またこっちも見せてもらえるというような感じね。ただ多分あれなんでしょう ね、あそこ作られた時は、まさかおしどりがあっち側に行くとは思わなかったんですよ ね、 そうですね。きっと手前のここに来てくれるだろうと思って、そこが見やすいように作ったら、意外と鳥の好みは向こう寄りだったというようなあれで、私たちの身近に住んでいる鳥や昆虫、草花などの名前を知ることが、自然や環境についての知識をより深めることになるという思いで、世田谷トラストウィークが二子玉川のデパートで行われました。野鳥に少しでも親しんでもらおうと、世田谷に生まれ約40年間多摩川を見つめ続けた原喜久夫さん。野鳥への愛情、多摩川の環境の変化に対する思いなどを胸に秘めて、平成4年お亡くなりになりました。彼の幼い日の野鳥との出会いから、さまざまな野鳥への思いを物語にして、久米明さんが朗読しました。ああ、もう秋もおしまいだな。ああ、いるいる。あ、あれはツグミだ。いやあ、多摩川の川辺にもツグミが来るようになったか。さて、今年の冬はどんな鳥たちに出会えるかな。しかし、この多摩川も随分変わったもんだ。私が子供の頃には魚釣りはできたし、鮎なんかもいたし、鳥たちも川辺にいっぱい来たもんだけれども、あの頃は子供たちにとってはこの多摩川は本当に天国だったんだがな。野の鳥は見て楽しむもの。幼い日に教えられたことは原さんの中では変わりませんでした。自然の中にいるものはその中で生きるのが幸せなんだ。人間だって同じじゃないか。
私たちの住んでいる地域の中にどれだけ自然が残っているか。野鳥は目につきやすいということから、自然や環境の変化の目安の一つとなっているのが野鳥の種類や数の移り変わりです。世田谷トラスト協会では、水辺の鳥たちを広く多くの人々に見てもらい、鳥に親しんでもらうとともに、鳥を通しての環境の変化を考えてもらおうとしています。10歳から、お年寄りは80歳以上の方まで参加していただいてますので、じゃあ今度はミニ野鳥図鑑行きましょうか。ミニ野鳥図鑑ちょっとこう見てください。この秋冬にですね、特に鳥が多いとっていうのはね、水辺が一番多いんです。まあちょっと端の方の水辺、そこ水色塗ってありますね。そこにいる鳥って大体決まってます。この世田谷の水辺だったら一番出そうなカモの順から出てます。で今日これから、そうですね、9時半ちょっと前から11時半まで約2時間ですね、ぜひ、野鳥観察が自然の中で、楽しんでいただきたいと思います。だからまず見るのはね、この目のところが黒いか、おでこが白くて目のところ黒いか、これは体が黄色いか、ね、黄色いか、これでわかるの。ここにね、ここにこの3羽いたよ。昭和30年代40年代まではね、まだその鳥を可愛がるというよりも、まあ石をぶつけたりね、銃で撃ったり、そういう時代がありましたね。それのもので鳥が怖がってみんなここからいなくなってしまったわけです。でまたこの頃はバードウォッチングなんか流行るようになりましてね、鳥に親近感を持つようになったと。その辺の感じをですね、鳥たちは察知して、カワセミが戻ってきたり、まあ、逆に前よりもこのカモ類なんかもこの付近で増えてますね。それからオカヨシガモなんていうね、前は大変珍しいとされたカモがこの頃どういうわけかこの辺でもよく見られるようになりました。世田谷トラスト協会と申しますのは、世田谷区のこういう自然環境とかもう歴史的な環境も含めてね、まあ、区民や今三条会員制度を取っておりますから、三条会員の皆さんが実際にその自然に親しんでもらい、歴史的な環境も含めてこう環境に関心を持ってもらい、それから正確な目を持ってもらい、そしてもう守っていっていただきたいというその、まあ、気持ちがあるわけです。その一つのチャンネルとして、まあ、野鳥というのは非常に目立ちますからね、そういうバードウォッチングを楽しみながら最初に関心を持っていただく。つまり野鳥というのはある意味では自然を見つめるための一つの物差しになるわけですね。例えば種類が多いっていうんですかね、豊かな自然、環境がいっぱいある自然の中には野鳥の種類も多いです。そういう意味で野鳥を見ることによって、その自然が豊かであるか、あるいはそうでないかっていうのが分かるわけですね。参加者の皆さん一番見たいのは何かって言いますとね、カワセミっていう子どもたち、お子さんたちいっぱいいらっしゃるんですけど、鳥獣保護員で日本鳥類保護連盟の専門員されてた方なんですが、その原さんの、長年のデータやさらに周辺のデータをこう見ますとね、ちょうど戦前ですね、多摩川で言いましたら、多摩川のもちろん上流はもちろんのこと、河口の方までもうごく当たり前にのこう住んでいた鳥だったんですね、水鳥だったんです。でそれがまあ戦後こう、まあ、人間の生活はだんだん物質的にも豊かになってきますけど、同時に環境が破壊されているというんでしょうか、特に公害の時期にはですね、昭和43年あたりがもう公害のピークだと思うんですけど、その年にはですね、どんどんそのカワセミの生息地が追いやられてですね、奥多摩の一部になったんですね。でそれがその後、まあ、水質も戻ってきました。それからもう一つはカワセミ自身の努力というんでしょうか、順応してきたということもあってですね、だんだん戻ってきまして、でここ世田谷ではそうですね、10年近く前からカワセミ戻ってきたよって声は聞かれてたんですけど、この世田谷区内、この多摩川や先ほどの支流の野川を入れて13箇所越冬個体ですけどね、冬にいる
そのカワセミですね、生活しているカワセミを目撃しているということで、だいぶここら辺まで戻ってきたんですね。まあユリカモメというのはですね、冬鳥です。秋に、そうですね、主にシベリア大陸の方から渡ってきて、数千キロの旅をしてですね、渡ってきて、そしてこれ冬を越してですね、春にはまたその北国の方に戻るという、その冬鳥の代表選手の、一つですね、一種ですね。冬鳥というのはですね、どちらかというとこう餌を取り食べに来るんですね。でむしろ産卵というんですか、繁殖するのはその北国、シベリア大陸の方ですね。で子供をこう卵を産んで、ヒナを育てて大きくなったところで、若鳥も含めてこちらに戻ってくるわけですね。昔の歌にも呼ばれてますし、で、昔はこれ都鳥って言ったんです。でその都鳥の歌呼ばれてますから、そういう意味では昔からこうやって来てるんでしょうね。世田谷トラスト協会は、野鳥や草花などの観察を通して、都会に住む私たちがどのようにして自然と共に生きていくか、どのようにすれば次の世代に貴重な自然を残していくことができるかなどを考えながら、さまざまな啓蒙活動を行っています。私たちが住む地球のために。